皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回の動画は滝沢流コード耳コピのやり方なんていう動画でございます。この動画の中で僕がねもうベアッと聞いた曲を、もうほんとベベッと、コードの耳コピを、していく様子を、全てお見せしようかと思います。まあ YouTube で、ね、リッキーさんがそんなこと言ってたから、俺もちょっとやろう、面白そうと思っていう、のっかり企画でございますよ。まあそういう時もある、よかったら参考にしてみてください。とりあえず僕のね友達である石井博樹さんという方がね、曲使っていいよっていう風に許可をくれたので、石井さんの曲を使ってですね、今回コードの耳コピを、して一緒にこう学んでいこうかと思います。とりあえずまあ説明的なことはすっ飛ばして、マジでいつも通りやります。とりあえずブラックスター、スーパーフライを立ち上げて、Bluetooth 接続をして、で、まあ、この iPad からね、Bluetooth で音を飛ばしてやっていくんですけども、まあ、いつもこんなことで、これでやることが多いです。で、ノートを用意して、iPhone を用意して、ペンを用意して、ここからズバババババと音を取っていきます。ちょっとやってみましょう。で、僕はね、その、絶対音感持ってないから、これが何の音だかわからないんですよ。常にこう、相対音感で、音を取っていきます。なんで、この相対音感を頼りに、とりあえずね、数字で、ディグリを書いていきます。よかったら一緒に考えてみてください。僕の顔を見て笑っている。僕はただ君の顔を見てコーヒーを飲む。君はただ僕の隣で小説を読む。僕はただ君の隣でコーヒーを飲む。何をするわけでもなく、どこへ行くわけでもなくて、ここにあるものはただ君と本と僕とコーヒーだけ。Hey! まあ、こんな感じのやつですね。ここからその、ね、戻るんですけれども、君の顔から目をそらしてコーヒーを飲む。君はベランダでしゃがみ込んで小説を読む。僕は窓越しに君を眺めコーヒーを飲む。何をするわけでもなく、こんな感じでございますね。何となく、やり方が分かっていただけましたでしょうか。まあその1のコードが載っているときは、僕はその1をこういうふうにこの書いております。小節線はこう縦線で書いていくから、この小節線と混合しないためって感じですね。1はこんな感じで、これは143ですね。143、ちょっと字が汚くて申し訳ないです。で、4に行って、また1に行って、4に行って、1って、2になって、5になってみたいな感じで。で、こんな感じでコードをバーッと取っていって、まあ、僕は絶対音感がないんで、一回このコードで、G ですね。G でございます。で、これが分かれば、あとは。感じのコードが分かるっていうのは寸法でございます。何となく分かりますでしょうか。これね、
知らない人が見ると、ちょっと待って、お前何やってんだみたいな感じで、インチキしてんちゃうかみたいな感じになるかもわかんないんだけども、全然ね、これね、ほんとね、誰でもできることなんですよ、練習すれば。まあ、以前そのね、音感を鍛える動画みたいな感じで、音当てというアプリを使って、まあ、こう、ドリームファストラッシュドの音を当てようなんていう動画を配信しました。あれがね、普通にできればね、全然これできます。全然余裕でできます。全然余裕でできる。で、僕の中のルールとして、そのダイアトニックから外れた時に、改めてこう、数字を書くってことが多いんですけれども、ちょっとこの曲の中にそのね、ノンダイアトニック出てこなかったんで、特に出てこないんですが、例えばその17とか4マイナーとか出てきた時に、ちょっとこの付け出すような感じです。あと1メジャー7とかね、ちょっとテンションとか、5ナインスとか、こんな感じで、ちょっとここのテンションは弾いといた方がいいなとか、なんかこう4マイナー6とかさ、その3セブンスフラットナインスとかあるじゃないですか。こういうのが出てきた時にちょっとこうメモで追記をするんですけども、基本的にノンダイアトニックが出てこない限りは、ずっとこのアラビック数字で、いくような感じでございます。なんとなくわかりますでしょうか。ちょっと他にも言ってみましょう。コーヒーを入れよう。いや、石井さんの曲いいっすよね。僕すごい好きなんですよ、マジで。で、僕さ、めちゃめちゃギター弾いてるからさ、今の曲、君と本と僕とコーヒーっていう曲なんですけれども、まあ、なんかね、ギターのジャランって音聞いたらね、多分 G なんじゃねえかなっていうね、予測が立っちゃうんですよ。だからそこだけはちょっとね、僕がギターを弾いてるがゆえのずるさみたいなのはあるんだけども、でもこれがね、全然ピアノとかで演奏されてても全然同じことができます。違う曲いきましょう。コーヒーを入れようという曲です。1。あと2からの。4拍目に1シャープですね。D シャープ。1シャープ。2。コーヒーミルで豆を引こう。ガラガラガラと中引きで。コーヒー豆は 20g。コーヒーの分さ。ふつふつと湧いた思いを。ポタポタくるっとくるくる。のの字を書くように。まだ1シャープですかね。ゆっくりと30秒。2から5にて、で1、熱い思いを注ぐほど、苦い思いをすることも、大人になれる魔法みたいなもんさ、ゆっくりじっくり入れれば味が深まる、焦らず行こうよ、ほらいい味出てきた。このとこでペンペンペンとしたところに登りません、ね、2、3、4って感じで登ると、でここまで行けたら、戻るっぽいんでリピートマークを書いてイントロかな、ここかな。苦い思いをしたときはムカムカイライラカッカッカ、ミルクと角砂糖に甘えたい日もあるね、ふつふつと湧いた思いをボタボタくるっとくるくる、おまじない唱えながらゆっくりと注ぐ、どんどんどん、熱い思いを注ぐほど、苦い思いをすることもあるけど、繰り返した、苦味をゆっくり味わってごらん、大人なりにきっと気づけるさ、大人の味ってきっとそういうことでしょう。あ、違うとこだ。思いをすることばかりだけど、大人になれる魔法みたいなもんさ、ゆっくりじっくりと味わっていこうよ、ビーダッシュ、大人の波にきっと気づけるさ、大人の味で67、ノンダイアトニックできました。ノンダイアトニック67です。きっとそういうことだよ。251と。たたたた。こんな感じ。余裕があれば、決めも書いておきます。こんな感じでございます。6セブンスってノンダイアトニックが出てきましたね。で、その1シャープ。この1シャープはどっちかというと、その、6セブンか。6セブンスのね、そのパッシングコードの代理って感じなんで、まあ1シャープディミニッシュって考えるのが自然かなという感じがします。まあこんな感じですよね。1シャープ。
で5流で F でこの後に234じゃあ123か234じゃない123だ123で4からみたいな感じのコードが割り出せました。で、分かる、キーが分かったら忘れるうちにキーも G と書いてテンポも書いておくと、このテンポとキーが書いてないとね、その再現できないことがすごくあるんで、こんな感じでございます。ノートにこのバーッとディグリを書いて、まあ、その音を取っていくっていうのがその滝沢流のコードの耳コピーの仕方という感じです。で、このノートね、その僕がそのいつも使ってるあのノートなんだけれども、本当にずっとこんな感じなの。プライマル、これなんだっけかな、なんか海ラベっていうなんか生放送の番組で使ってた時になんかあれですよね、イエモの曲っすよね。で、これはなんだろう、エブリって書いてあるけどなんだかわからない。ハミングバード、プライマル、そしてもうこんな感じでこうね、全部このディグリで書いてあるんですよ。まあこんな感じで書いておくとね、あ、真っ赤な太陽ですって元気を出して、間違い探し、優しいあの子、会いたいよ、まあ、この辺を歌いすでカバーしたやつですわね。こんな感じでこのディグリがドラバババと、書いてあるような感じなんです。これはその笑顔のふりかけ。あれですね。梅野さんとコラボした時のやつですね。まあ、こんな感じなわけでございます。いかがだったでしょうか。で、まあ、ちょっとね、その僕のやり方をババッと見せただけなんですけれども、まあ、人によってはそのね、もう訳がわからんと思います。訳がわからんと思います。けどこれはね、何度も言うだけをね、練習すればね、誰でも身につくことなんだ。本当にね、ああ、ちょっと俺もそれやってみてと思ったならば、概要欄の方に音感を鍛えるうんたらかんたらという動画を貼っておきますので、そちらで、音当てというアプリをダウンロードして、もうひたすら繰り返してみてください。そのアプリを使って、ドレミファソラシの7個の音が当てられるようになれば、結構ね、速攻です。結構速攻です。ちょっとコードの知識を、入れるだけ。ちょっとお勉強が必要なんですけども、全然簡単でございます。で、この、動画のその話の続き、聞きたいっていう人がたくさんいらっしゃると思うんで、そのね、何が聞きたいかをね、ちょっとね、コメントしてみてください。そのコメントを見て、動画の続きの内容を決めます。わからないこと、わかるんだけどもできないこと、全然もう意味がつかめないこととかもたくさんあるかと思います。ちょっと待って、これどういうことだっていうふうな思いを、ちょっとコメントの方にババッと、思いをわーっと書いてみてください。そのコメントを拝見して、次の動画を作るか作らないか、もしくは作るとしてもどんな内容にするかを、決めていきたいかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は、私が石井さんの曲を使って、ひたすら耳コピーをするっていう内容の動画でございました。また機会があったらこんな動画を作ってみようかと思いますので、よかったらコメントしてみてくださいまして、くださいませ。そして最後に、今回ですね、この曲を使うことに快諾をしてくださった石井さん、本当にありがとうございます。今回僕が使わせていただいたのは石井ひろきさん、カタカナでひらがなか、ひらがなで石井ひろきさんって感じなんですけれども、これですね、君と本と僕とコーヒーというアルバムの曲でした。石井さん、僕と全く同い年で、なんか普通にこうめちゃめちゃいい曲を書く方なので、よかったらチェックしてみてくださいませ。概要欄の方にもリンク貼っておきますので、よかったら石井さんの曲も聴いていただけますと幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。